ロマンサーで作品を作るには会員登録が必要です。会員登録についての詳細は解説ビデオ会員登録についてをご覧ください。会員登録が済んだ方はトップページのログインボタンから登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。会員専用のトップページへ移ります。ダッシュボードのボタンを押します。新規に作品を作るには原稿アップロードから新規追加ボタンを押します。ここではワードで作られた原稿を例にご説明していきます。作品の題名を記入します。ファイル情報から原稿ファイルボタンを押して原稿の docx ファイルを選択します。書誌情報の表紙画像ボタンを押して表紙となる画像ファイルを選択しますが、ここでは赤字で示されている必須項目の著者名を記入して出力ファイル名の空欄を記入するだけで前へ進みます。とりあえずそこまで記入して変換を行います。ここにある変換ボタンを押します。原稿の著作権上の正当性については出版されるあなたが責任ある立場であることをよくご理解ください。よろしければはいを押します。原稿の読み込みが始まります。原稿の読み込みには多少の時間がかかります。変換が完了するとここに非公開と表示があり、その下に青く HTTPS から始まる URL が現れています。この URL を押してみてください。あなたの原稿がデジタルに出版されています。本の読み方については解説ビデオ本の読み方をご覧ください。